どうも、ヤマトランクスです。二の国2、続きからやっていきたいと思います。ゴロネールに潜入していたローランが戻ってきました。話を聞いていきましょう。ああ。迷惑かけたな、エヴァ。うん。心配したよ、ローラン。でも、無事に帰ってきてくれて、本当によかった。おい。セシリウスから話は聞いたで。危険な任務お疲れさん。でも水臭いな。言ってくれたら、ワイも一緒に行ったのに。いや。まずは、みんなを騙す形になってしまったことを、謝らせてくれ。すまなかった。まったく大した、名演技だったぜ。すっかり騙されちまった。本当にもう、許さないからね。騙したって言うけどさ、みんな信じて、待ってたんだよ。あの、ローラン様、お渡ししていた潜入道具はお役に立ちましたか？ああ。イモムシで鍵を開けたりカエルになったり、いろいろと貴重な体験をさせてもらったよ。それとエヴァン、今回の任務の目的はこいつだ。できればお前に持っていてほしい。ローランからゴロネール王家の紋章を受け取った。これは王家の紋章？そいつがあれば王家の抜け道を使って安全にゴロネール王国に入ることができるんだろ。それにこちらの読み通り、シューダインも王家の紋章を欲しがっていた。王家の紋章がゴロネールと取引をするための最大の武器になる可能性が高いはずだ。ありがとう、ローラン。君のおかげでゴロネールに行くことができる。中大に奪われた僕の故郷に。エヴァンはいよいよ中大の治めるゴロネールとの同盟締結に挑む。複雑な胸中だが、今こそ母国と向かい合わなければならない。二の国の統一、そして世界平和を実現させるために。夢の中ですね。七章も終わりかな。中大院と父上は結局憎み合ってたのかな。長く一緒にいても距離が縮まらないことだってあるんだ。二人を取り巻く状況がそれを許さなかった。父上は中大院を種族の違いで憎んだり虐げたりなんかしないと思うんだけど、なのになぜ中大院は。恐れていたんじゃないかな。恐れてる。自分を認めてくれる偉大な存在がもし自分のことに見向きもしなくなったらって。本当に好きな人に嫌われることは怖いものだろ。まあ詳しいことは僕にもわからないよ。そうだね。はい、というわけでセーブしていきましょう。ねえみんな聞いてほしい。同盟を結ぶ前に、僕はゴロネールのことをきちんと知りたい。故郷の国民たちの声を聞いて、真実を確かめたいんだ。国民にとって、父上はどんな王だったのか。なぜ、中大に殺されなくてはならなかったのか。ゴロネールにいた頃の僕は、何も知ろうとはしなかった。ゴロネールと、ブラハバンの約定を進めるためにも、僕はそれを知っておかなきゃいけないんだ。第8章、父の国。というわけで、第8章に突入です。よし。では、ゴロネール王国へ入るルートを説明する。これがゴロネール周辺の地図で、
バツ印は敵兵が多数配備されているエリアだ。ご覧の通り、正面の川沿いにはたくさんの兵士が配備されていて、気づかれずに近づくことはまず不可能だと言える。そこで俺たちはスプートニクス号で川を越え、敵兵に気づかれないようになるべく離れたポイントに着陸する。着陸後は見張りが手薄なこのルートを通って王家の抜け道の入り口があるゴロネールの裏側に近づくんだ。もらっといてよかったわ、スプートニクス号。エンジン積んでるとはいえ飛行船だから発着陸も静かなのよね。恐れながらとはいえ油断はできません。なるべくゴロネール上空を避けて回り込んでいくのが良いでしょう。俺としては正面から突っ込んでいきたいところだが、まあそういうわけにもいかねえよな。うん、敵にバレて警戒されたら国を見て回るどころじゃないもんね。よし、準備が整ったらゴロネールに向かおう。はい、ではゴロネールに向かいたいと思います。とりあえずスプートニクス号に乗ればいいのかな。さあ、ではスプートニクス号に乗ってゴロネール王国に向かっていきたいと思います。いや、いよいよ大詰め、最後の国ですね。さあ、ゴロネール王国が見えてきました。裏側に着陸するって言ってたよね。この辺りでしょうか。おい、さすがに危険？あ、地図にポイントがあるんだ。ここか。この辺りですかね。なんか洞窟あるけど、この洞窟は一応寄り道しておきましょうか。何の洞窟だ？なんかある？なんもない。サブクエストとかで来る洞窟ですかね。さあ、では歩いて向かっていきましょう。雑魚キャラも結構強いな。53レベル。やめてー、やめて。あの橋を越えてすぐがゴロネル王国だと思います。さあ、橋を越えていきましょう。入れるところがあるのかな。よし、ここで王家の紋章をかざせば。おお、なんか反応したぞ。お、すごい。おお、これが王家の抜け道やな。入ります。その格好、その格好、変装してる。さあ、ゴロネール王国ですね。ゴロネール王国は前作でもありましたけど、街並みが結構変わってる？街並み結構変わってるような気がするな。中大の石像がありますね。いい感じの街並みじゃない？でも僕がいた頃と雰囲気が違う。街は見たところ平和そうですが、ニャウ族の姿が見当たらないようですね。よその国に逃げちまったんじゃねえか。いや、中大はニャウ族の行動に目を光らせている。クーデターの直後ならまだしも、現状での亡命は不可能だろう。それと詳しい場所までは知らないが、一部のニャウ族はスラムに追いやられているらしい。地下のスラムか、ひどい話だね。ね、じゃあまずは町にいるマウ族から話を聞いてみよう。あの、エヴァン様とローラン様は国民や兵士に顔が知られています。ゴロネールにいる間はフードをあげないようにお願いしますよ。うん、分かっているよ。はあ、こんな簡易な変装でバレなければいいがな。ん、それしかなかったんだから文句言わないの。絶対もっとあったやろ。
さあ、じゃあ聞き込みですかね。まずはこの方近いんで話しかけていきましょう。ん？淡白なお姉さん。え？中大院が王様になってどうかって？正直言って種族がどうこうってのはよくわかんないんだけど、私も子供の頃妖族の子に意地悪されることが多かったのは覚えてるな。母親にもニャオ族のことは仲良くするなって言われてたし、なんとなくだけどニャオ族に対してあまりいい印象はないよ。でも私としてはラオゼオ様のままでも別に良かったかな。昔のいざこざとか別に興味ないしね。淡白ですね。確かに本当に淡白。さあ他の方話しかけていきたいね。さあお次はこのお兄さんかな。うん、複雑な様子のお兄さん。中大院様の魔王族中心の政策はすごいな。魔王族の形勢逆転って感じでせいせいしたよ。まあ逆にニャオ族はちょっとかわいそうなんだけど、これまで長い間魔王族が苦しんできたわけだし、その分今度は俺たちがいい思いをするのは当たり前だよな。ラオゼオ様がご病気で亡くならなければこの国の未来もまた違ったのかもしれないけどさ。なるほどね。まあ受け入れてる感じですね。まあ魔王族の方はね、まあ自分にあまりデメリットはないから受け入れるんでしょうかね。はい、この方。ああ、苦労したらしいおじさん。中大院政権になってからっちゅうものを、俺たちの暮らしは見違えるほど良くなったぜ。ラオゼ王は種族の格差をなくすと言っていたけど、昔からニャオ族の言うことはどうにも信用できなくてな。俺が若い頃はマウ族っちゅうだけでニャオ族の奴らにどれだけひどい仕打ちを受けたか。今はマウ族が大手を振って暮らせるようになった。中大院様はマウ族の英雄っちゅうわけだな。なるほど。マウ族の国民はおおむね中大院政権を歓迎しているようですね。ああ。中大院はマウ族に優位な政治を推し進めているからな。まあ当然だろう。そうね。ちょっとこの国の情報を整理させてもらうと、ゴロネールでは昔からマウ族に対する差別問題があった。でも今は逆にニャオ族が差別を受けているってことよね。うん、そうみたいだね。おい、なんだ歯切れの悪い返事だな。僕はそもそもこのゴロネールにマウ族への差別があるなんて知らなかったんだ。ほんの少しの間とはいえ、僕はこの国の王だったのに自分の国のことを全然知らなかったんだ。エヴァン、ニャオ族の話も聞きたいところだが、街で見かけるのはマウ族ばかりだな。やあ、ねえ、そこの暇そうなお兄さんたち、ちょっとこっちに来てくれない？あなたたちに頼みたいことがあるのよね。なんでしょうかね。あの、頼み事って何ですか？お、無視しないで話を聞いてくれるってことは、私の頼みを引き受けてくれるってことね。まあ、聞いてみないと分かんないけどね。あの、いいからいいから、はい、これハイドさんへのお届け物。ん？これは当店の名物お魚ベーグルよ。これをニャオ族のハイドさんに届けてもらいたいの。ちょっと訳ありで姿を隠してるかもしれないけど、多分そんなに遠くには行ってないはずだから。黒い尻尾が特徴のニャオ族だから見ればわかると思うわ。お代はもう受け取ってるから渡してくれるだけで大丈夫よ。なんや、完全にお使いやんけ。よろしく。無事に商品を届けたらまたここに来てちょうだい。お礼をさせてもらいたいからさ。しょうがないね、ハイドさんを探そう。せやな、ほとんどニャオ族がおれへんからすぐに見つかるやろ。さあこちらですかね。さあこの辺りかな。あ、いた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 、めっちゃ隠れてる。尻尾見えとるけど、
あの黒い尻尾、あなたがハイドさんですか？ひえー、まだ何もやってないから見逃して。おい落ち着き、ワイラはベーグル届けに来ただけや。ん？ベーグル？ふふフクロウ亭のジナさんからお魚ベーグルをあなたに届けてほしいって頼まれたんだ。はあ。なんだびっくりした、てっきり兵士が追いかけてきたかと思った。ありがとな。ハイドさんへのお届け物を渡した。ねえ、ちょっとだけ話を聞かせて。君たちニャオ族は今この国でどうなってるの？へえ。君、外国からのお客さん、国内への出入りが制限されてるのに珍しいね。中大院政権が始まってからというもの、ニャオ族は安心して街を出歩くこともできない状況だよ。さっきだってお魚ベーグルを買おうとしただけなのに、マオ族の兵士に妙な疑いをかけられて逃げてきたんだ。それで買った商品を受け取らずにここに隠れていたんだね。うん。ほとんどのニャオ族は住んでいた家を追われて町外れのスラムで生活しているんだけど、スラムの前を兵士が見張ってるから、旧地下水道を通ってこっそりと町に出ては食べ物を買ったりしてるってわけさ。うん。それで町にニャオ族の姿が見当たらないのか。はあ。本当はベーグルじゃなくて新鮮な魚が食べたいんだけどな、なかなか手に入らないんだよ。はあ。おっと、あんまりおしゃべりしてるとまた兵士に見つかっちゃうな。じゃあな。縁があったらまた会おう。ないな。ほな、ジンナのとこに戻るとしようか。ジンナさん。ん？おかえり、ちゃんとベーグルを届けてくれた。ハイドさんに渡してきたよ。ありがとね。押し付けてすまなかったわね。本当に助かったわ。それじゃあ約束通りお礼をさせてもらうわね。遠慮なく受け取ってちょうだい。お魚ベーグルを手に入れた。お魚ベーグルばっかり。お魚ベーグルを届けたお礼がお魚ベーグルかいな。いいじゃないの、最高に美味しいから食べてみてよ。それで気に入ったらまた買いに来てよね。へぇ、撤食会。ハイドさんから聞いた話によると、ニャオ族のスラムにはマウ族の見張りがいるらしい。けど旧ゴロネール地下水道を通れば兵士に見つからずにこっそりとスラムに行くことができるって。自由に街に出ることすらさせてもらえないって、それってほとんど牢屋みたいなものだよね。え、下手に兵士に近づいて怪しまれては困りますから、スラムに行くなら我々も旧地下水道を通るしかありませんね。うん。旧地下水道、それはどこにあるんだ？なるほどね。あれ？あの位置ってもしかして前作使った地下水道かな？ちょっと行ってみましょうか。さあ、この先ですかね、地下水道。ここだ。この先モンスター出没につき立ち入り禁止。やはりモンスターはいそうです。あ、やっぱり前作来たところだ。こんな感じだった気がする。旧ゴロネール地下水道。じゃあね、まずはテレスポット記憶して一旦セーブしていきましょう。はい、セーブ終えたんで進んでいきましょう。これは戦うしかないかな。オッケー、ぶっ倒していく。さてどうしよっかな。ちょっと地図見るか。うわー、結構広い。こっち側宝箱とかあったりしないかな。あ、なさそうですね。行き止まりか。9ゴールド、ケチくせー。
さあ、何かある？なんだあのマーク？お、ニャンダルオの石像だ。これ前作もなかったっけ？火を灯すんだよ、食台に。うん、多分ご先祖様の像だと思う。この食台がいかにも何かありますって感じね。ねえ、試しに火をつけてみない？ファクトリーで教えた灯火の号令が使えると思うわ。じゃあ火を灯してみましょう。食台には15という数字が刻まれている。 15？ なんだろう。何これ。15秒で何かしないといけないってこと？え？あ、いたいたいた。ここに刻まれた数字は制限時間の秒数ってわけね。この制限時間内に全ての食材に火を灯す必要があると。きっとこの仕掛けを考えた人もなかなかの変わり者だわ。どこかの国のプレジデントみたいにね。この奥に何かあるのかな？セーブポイントあるってことはいつも言ってますけど、ボスかもしれません。よいしょ。はい、じゃあ進んでいきましょう。行こう。敵が多い。オッケー、やった。オッケー。さあ、ここにも食材がありますね。火を灯せばいいのかな。なんか見覚えるな、ここ。前作と全く同じような感じか、ここ。25秒。よいしょ。で、2つの食材を探さないといけないらしい。なんだこれ。ぐにゃぐにゃ。道がね。お宝。よいしょ。残り半分。あったあったあった。やべえ、時間がない、時間がない。え、これ無理ゲーじゃない？ちょっと無理ゲーじゃないかな。もう一回。よっしゃ、行くぞ。走れ走れ、ひたすら走れ。この火をね、灯すときにも時間が進むっていうね、仕様ですね。あ、ここ通れないんだ。あ、プロペラクローバーがある。ちょっと待って、これ使えるんじゃない？あー、ダメだ。ここ通れるんだ。あ、ショートカットできる。なるほど、わかったぞ。もう一回あのニャンダール王の像のとこに戻ってやりましょう。ここはね、ちょっと道がガタガタすぎて通れないんで、あのプロペラクローバーを使えばショートカットができそうです。さあ、再度のチャレンジ。もう一回火をつけて。よっしゃ。さあ、走れ走れ走れ。ジャンプジャンプ。火をつける。まずは一つ、残るはあと一つ。ここを右に曲がって飛ぶぜ。よし、間に合え。間に合ったか。間に合ったね、これはね。オッケー、クリアー。さあ、行きましょう。そろそろ出口でしょうか。まだかな。もうちょっとですね。さあ、行きましょう。またまたセーブポイントが見えますね。お、イベント？うわ、今のは？この奥から聞こえたよ。助けに行かなきゃ。くそ、ここも食材の仕掛けになっているのか。急いで食材を探さないと。一旦セーブしましょう。さて、食材ね、上にありそうだよね。あ、プロペラクローバーがある。風起こしで上に登れるようにしておこう。
よいしょ。上に一つあるね。他は？ちょっと待てよ。こっちにもあったりすんのかな。場所だけ押さえておきたいんだけど。ここも倒しておきましょう。倒していく。ここに2つ目の食材がありますね。あとは、なるほどなるほど、3つでいいんだよね。であればいける気がするな。ちょっとその前にこっちの方も見ておこうか。何があるんだろう。なんかマークついてるな。あ？え、吹き出し台がある。これ絶対使うじゃん。これどこに行くのこれ。え？よ、どこに繋がってるこれ。あ、そういうこと。わかったぞ、やり方が。まずはここからつけた方がいいかな。ここつけて45秒も使っていいんだ。それは余裕な気がするな。で、2個目つけます。ここかな。よいしょ、いいね。で、こっち行ってさっきの吹き出し街のとこに行きます。よいしょ、乗る。あと残り時間半分。よいしょ、プロペラクローバー。よいしょ、これでいけると思います。さあ間に合いました。どうや。あ、でそこの扉が開くんですね。なるほどなるほど。じゃあ一旦セーブしましょうか。ボスかもしれません。はい、セーブを終えたんで進んでいきましょう。悲鳴の主、一体誰なんでしょうか。この辺りですかね。なんかいる。ボスか。いや、来ないで。メグ、待て。ねえ、今のうちに早く隠れて。は、はい。エヴァ来るぞ。何こいつ、ちょっと可愛いんだけど。なんだ、なんか出てきた。分身みたいのが可愛いの出てきた。慈悲なき妖魔アトモスクイーン。こんな化け物が。準備はいいか。潜んでいたのか。でも弱えぞ、お供が弱え。ワンパンなんだけど、お供。おら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 、親玉を倒せ。わお、火力高い、火力高い、やばい、あ、やばい。1500はやばい。1500はえぐい。嘘でしょ。すまない、火力高し。雑魚倒してもしょうがないから。よいしょ、結構動くな。あれ当たったらやばい。あぶね、死にたくない。ほら、倒れろ倒れろ倒れろ。消えた。倒れろって。うわ、なんかやばいやばい。そうだ、雑魚も結構邪魔なんだよ。やばい、来た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 。あ、ちょっと待って。あれ当たるとマジでやばい。雑魚が増えてる。よし、倒れた。チャンス。倒せ、みんな。殴れ。よいしょ。うわお。距離を取って距離を取って。
やばい。うわ、1000食らうのはほんと勘弁してほしい。痛い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 。よし、立て直したい。うわ、いなくなった。ちょっと待ってよ、こうだったらもうマジックアロマ使って MP を回復して強制的に効果力を叩き込む。よーし、必殺技タイム。飛んだ？飛んだのずりぞ。なになに、なんか追いかけてきてんだけど。うわお、降りてこいって、降りてこい、ずるいぞ。よし、来た、叩き込め。あとちょっと、7割ぐらいいった、あと3割。回復？どこ行った？おら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 、あとちょっと、あとちょっと。まずいまずい、あと MP 回復すれば倒せると思う。起きて、避けて、避けて避けて、で殴る。ちょっと待って、一撃は勘弁してくれ。ほら、ほら、あとちょっと、とどめ、とどめ、とどめ。よし、なんとか討伐成功。ありがとうございます、命の恩人様。メグはもうダメかと思いました。危ないから一人で地下水道を歩くなって注意されてたのに、言いつけを破っちゃって。怪我がなかったみたいでよかったよ。はい。ところで皆様はどうしてこんなところに？うん、私たちニャオ族のスラムに行くところなんだ。ん？え？あんな場所にわざわざよその人が来るなんて。あ、でもそういうことでしたら後で私のところに来てください。さっきのお礼をしたいので絶対来てくださいよ。じゃあメグはお先にスラムに戻ってますね。あ、あ、ちょっと、一人で行っちゃった。大丈夫かな。さあ、激闘の末ボスを倒しました。一応ドロップね拾って進んでいきましょう。多分もうスラムはすぐそこだと思います、この感じだとね。こっちかな、こっちで合ってそうですね。あ、ここが階段になってますね。これが出口みたいです。出ていきましょう。お、着いたのかな。ここがニャオ族のスラム？こんな狭いところで大勢のニャオ族が生活してるのか。地下水道とつながってるからカビ臭くてジメッとしてるね。これならフージャの谷のアジトの方がずっとマシだよ。それじゃあニャオ族の人たちにも話を聞いてみよう。はい、というわけで今回はキリがいいのでこの辺にしておきたいと思います。また次回もご覧ください。